主な、生産部の業務は有機EL製造装置の組み立て設置業務を行っています。組み立ては国内で行い、設置はお客様の工場へ設置となるため、国内外ともに出張に行き設置業務を行っています。他に何かありますか？はい、他には組み立てや必要な書類作り、あとは改善活動などを行っています。日々お客様から要望、改善などがお話し来るので、そういった改善活動を積極的に行い、またそれでお客様から評価され成果が出た時はとても嬉しく感じてます。出張が、多いので先輩後輩と関わる機会がとても多いです、うんうん、でその中で、困った時に、相談しやすく、協力し合いながら、仕事を進めてる、とても働きやすい環境だと、自分は感じてます。はい、そうだよね。いい意味で上司だったり先輩だったりとの壁も高くなくて、相談しやすくて、で自分の意見も発言しやすくて、その意見を後押ししてくれる、やってみようって後押ししてくれるところもすごいいいのかなとは思いますね。そうですね、あとは、趣味、とてもたくさんいろんな趣味を持っている方たちいるんで、そういった趣味の話から話が広がって仲良くなったりとかすることも、多く感じます。はい、確かに業務外でまずはね仲良くなって、で業務に、中に、すごい話しやすくなるっていうか、接しやすい、コミュニケーション取れるみたいな、そんなところも、生産部のいいところなのかなと。そうですね、自分も実際に経験あるんですけど、やっぱ最初、趣味の話から、入って、で現場の作業でその趣味話した先輩と一緒になる時があったんですけど、やっぱり何も話さない状態よりかは最初に、そうですね、雰囲気はいいってことだよね。雰囲気はとてもいいですね。多分積極性があって、チャレンジ精神がある、チャレンジ精神豊富な人がいいのかなと思うんだけど、そうですね、やっぱり最初から初めから図面を読んで装置を組み立てする人とかは絶対少ないと思うので、分からないことでもとりあえずやってみようっていうチャレンジ精神を持っている人がとても向いていると思いますし、あと自分も経験ある、自分入社してから、工具入社する前ですかね、工具握ったことなかったんで、とりあえず毎日がやってみようっていう精神で、毎日チャレンジしてましたね。そうだよね、確かに自分も、そんなねやったことないこともあったし、初めからできる人とかはいない中で、トライアンドエラーを繰り返して、成長するっていう風な、イメージなのかなと思ってます、あとはあれじゃないですかね、設置業務、あと組み立て業務携わっていく中で、多くの人と関わってくるので、コミュニケーション能力もとても大事だと思います、基本の挨拶ですかね。そうだね、生産部のメンバーは結構元気で、コミュニケーション能力に長けてる人が、多い印象だよね。そうですね、あと現場だけじゃなくて、事務関連も、業務があるので、PC 業務が、得意な人なんかも生産部でも全然活躍できるかなとは思いますね。海外出張が多いので、海外の休日の過ごし方なんですけど、自分海外出張で韓国行くことが多かったので、とにかく美味しいご飯を食べて、あとは焼肉屋さん行って焼肉食べてますね。で、日本にいない、クオリティを韓国の焼肉屋さん持ってるんで、同じクオリティで焼肉屋さん日本でも出してほしいなって思いながらいつも日本に帰ってきてます。そうだね、韓国の焼肉ってなんかね日本と違って、違ったテイストで、雰囲気も違うから、新鮮なイメージかな。あとは、基本的には料理は赤くて辛い、美味しいんだけど、とにかく辛い。他になんかご飯食べる以外だと先輩とかはどういう過ごし方してますか？食以外だと、あとはソウルに遊びに行って、買い物したり、観光したりとか、そうやってリフレッシュを、してるかな。いいですね、今度機会があれば、自分まだ韓国ソウル1回しか行ったことないんで、
連れてってほしいです。一緒にね。はい。わかりました。何できるか分かりました。応援します。お願いします。はい。